こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説簿を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は環境の友です。友とはこの場合、お互いの腹を割った者同士で、相手の心の働きもよくわかる、いわゆる知因定、つまり真に心を知り合う親友のことであります。したがって環境の友とは絶学無為の関道人同士の交わりで、茶の湯茶の交わりの理想もここにあります。今から環境の友を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。